この大銀杏を揺れるのを楽しみに毎日激しい稽古をしております。これは元結といって、昔はご婦人の日本髪によく使われておりました。元結は紙でできておりますが、大変丈夫な紐で、手で引っ張っても決して切れませんが、立ち合いの激しい当たりでたまに切れることもあります。この元結は、1日に2000本から3000本ほど使われており、1年間では約80万本ほど使われております。曲げの真ん中を持ち、髪を少し下ろして、曲げ棒で左右の鬢を出します。床山さんは各関取の頭の大きさ、顔の形、髪の癖とつむじに合わせて、その人に合った大銀杏を結い上げます。現在、相撲協会には床山さんが約50名おり、力士は序ノ口から横綱まで約600名おります。その力士たちが毎日稽古上がりに床山さんに髪を結ってもらいます。曲げとなるところに串をかけ平らにします。ここで先縛りで仮止めをいたします。平らになったところに曲げ棒を横にして使い、曲げを前に倒し、元結いで上の髪を留めます。揃え串で曲げをまとめ、ちょんまげの履き先を握りばさみできれいに切り揃えます。床山さんが使っております道具には、串、曲げ棒、元結、握りばさみ、先縛りがございまして、この道具だけで見事な大銀杏を結い上げます。先ほどから使っております串には、荒串、揃え串、すき串、前掃きと4つございますが、いずれも全部つげでできております。これはプラスチックなどの串ですと、すき油をつけた髪の毛には10センチもすくことができません。
ですから床山さんはこの柘植の櫛を非常に大切に扱います。この頃は柘植の櫛をご家庭ではあまり見かけなくなりましたが、大変高価なもので1本5万円もするそうでございます。床山さんが先ほどから細長い棒のようなものを使っておりますが、これは曲げ棒と申しまして、形は千枚通しによく似ておりますが、畳張りを改造して鉄より硬い材質でできており、床山さんが各自工夫して自分に合う長さにした手作りの曲げ棒です。この大銀杏を結うのに約20分くらいかかりますが、この間関取衆は支度部屋で精神集中の一時を過ごしております。力士が曲げを結うのは髪を締め上げることによって全身の力を統一することにあります。また土俵の下に落ちた時に頭を保護するためにもなります。曲げの先端を手のひらと曲げ棒だけで丸い形に整えていきます。大きく開いた瓶と曲げの根元、それに葉先の3つがイチョウの葉によく似ているところから、この曲げが大銀杏と名付けられました。ご覧ください、立派な大銀杏が出来上がりました。モデルは幕の内浦、実演は床山の徳田組でございました。以上、大銀杏が出来上がるまでをご覧いただきました。若い力士の手元をご覧ください。綱を汚せないためにわざとらしい手袋をしております。綱の一番太いところで直径が15センチあり、重さも約14キログラムございます。化粧回しと綱で全部の重さが約22キログラムにもなります。綱の中には麻と銅線が入っており、綱に麻を入れるのは不老長寿と麻薬を意味しており、また綱が白色であるのは正常潔白を表し、自分自身を清めると言われております。この綱でございますが、年3回東京場所前に綱打ちが行われ、一万力士総掛かりで稽古回しに紅白のねじり鉢巻き、真っ白な手袋をはめ、にぎやかに掛け声をかけながら力強く左から寄り寄せて作り上げます。横綱と表意には雲竜型と白身型があり、江戸時代末期の10代横綱雲竜と11代横綱白根の土俵入りが美しかったことが由来と言われております。白根型の土俵入りは攻撃の型を表し、両腕を広げてせり上がります。横綱の土俵入りは本来相撲の基本というべき本年の上段の構え、攻撃の中段の構え、守りの下段の構えと三段構えを横綱が一人で行い、心、気、体、すなわち心を収め、気を養い、体を整えるという姿を表しております。初代横綱明石重之助から数えて73代目の横綱でございます。ご覧ください、見事に締め上がりました。
以上で横綱照ノ富士の綱島の一戦を終わります。こんにちは。深澤さん、見事な土俵入りでしたね。今日は大相撲神戸場所、たくさんの皆さんにお越しをいただきました。満員御礼です。私からも御礼を申します。本当にありがとうございました。こういう形で間近に土俵入りを見ることができる、これから取り組みを反省することができる、素晴らしいことです。日本相撲協会、そして実行委員会の皆様方に感謝を申し上げます。神戸場所が前に行われたのは7年前、中央体育館だったわけです。今回はこのグリーンアリーナ、次回はね、8年ということではなくて、もう3年ぐらいにやりましょう、ね。来年の4月にはね、海沿いに一段に1万人規模のアリーナができるんです。あそこもいいかもしれませんね。でもしもここでやるんであれば、まあ、もうちょっときれいにせんといかんと、改修をしてお待ちをしたいと思います。それではこれから楽しい熱いひとときをお楽しみください。ありがとうございました。